先日の動画で気づいてしまったんですが、試合の時に集中してドリブルしてると全く喋れなくなり、某有名 YouTuber B 君さんは本当にすごいんだなぁと心から尊敬またしました。はい、どうも、キタスラチャンネルです。キタスラチャンネルです。はい、2回言っていく。よし、ということで今回はね、はい、選手紹介といきます。はい、でどのような選手を紹介するかと言いますと、まあ、この選手、キングスレイ・コマン選手ですね。はい。で、この選手、多分知ってる方は多いと思うんですけど、まあ、意外と使ったことがないんじゃないかっていうのがね、自分は思います。はい。で、この選手、じゃあ、まず何が強いかっていうと、まあ、一番はそのスーパーサルというね、この後半から投入する等の能力がね、ナンバーサイズが上昇するというスキルなんですけど、まあ、これが一番の売りなのかなと自分は思ってるんですけど、実はね、皆さんのその代弁するだけなんで、違います。はい。コマン選手が何が強いかというと、このドリブル能力ですね。この驚異的なドリブル数値。この数値が本当にいざ使ってみると、半端なくやべえ。やべえということで、はい。とりあえず乗れてみましょう。ドリブル96と、まあ、これは半端ないね。これ使ってみたらもうなおさらやばい。決定的に走ることは嬉しくはないです。ここで鬼の瞬発力スピードですよ。もうね、あのマインブルーだね。マインブルーに染まって91で、ね、981ということで、はい。まあ、9.981ですよ。ということで、教えてくださいということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。モリコンが90、これモリコンがすごいって言ってますね。前回あげた大体の動画でもそうなんですけど、結構ここはあの体をね、張って結構モリコン強さ見せてくれるシーンもあったんで、まあ、ぜひね、皆さんも分かると思いますよ。というかね、スキーに関してダブルタッチというか、まあ、ゴリブルスキルフォースと、はい、エッジターンのオスミッチと、オーバーセッチと、デジクルターンのミドルシュート、ドロップシュートとかすごいね、自分できると思う。まあ、いい試合で、ファンをもらえると。スーパーサルついてるとも完璧ですね。はい。じゃあこの選手ね、まあ、どれほどやばいドリブルを見せてくれるのかと、ね、この後の動画で見せつけますので、皆さんぜひ見てください。ということで、試合へレッチューゴー。はい、マッチングしていく。カウンティングとデリフティングは不調ということで、まあ、全然、カウンティングじゃなかった、間違えた、ごめんなさい。ゲンズージさんっすね。で、相手にもゲンズージいる。で、なんか特殊な銀が多いな、いて。まあね、そういうね、まあ銀玉を使って僕勝てますけど、みたいなね、そういう人はね、絶対殺すマンなんで殺しちゃいまーす。銀スカ奮闘機さん。はい、そうですね。まあ、銀スカじゃないんですけどね、厳密に言うと。まあこうやって、まあなんか銀スカじゃないとかね、いちいち細かく喫緊告されてゆく、ということで、まあ、厳密にそうやってなんか細かく言う人ってモテないから、やめよう、そういうの、うん、モテるためにそういう細かいところを気にする系男子はもう卒業しますということで、よろしくお願いしますと。はい、前回の動画なんですけど、まあ、全然喋れてなくて、マジ見返したんだけど、マジで本当になんかもう反応してるだけだなっていうね、まあ感想でございました、自分も。はい、だから今回まあこういう試合はね、まあね、オンラインとかはまあね、もちろん相手のために集中はしておりますけども、まあ、やっぱ皆様にの笑いを届けられるような努力をね、してまいりますので、よろしくお願いしますと。で、また近々ね、大会とか挙げられたら挙げようと思う。危ないでいく。まあ、大会とか挙げられたら挙げて、まあ、バチコにね、まあ、皆さんに俺の本気の姿っていうのもね、垣間見させようかなって思う、と思ってるので、はい、よろしくお願いしますと。やっぱギャップ萌えよね。まあ、いつもこうやってふざけてる人が、もう本当に真剣にやってる姿見るとキュンキュンしちゃうでしょ。ね、キュンキュンするよ。ここよ、ここ。はい、ここ、早速。決めていく。サイド走ってね、まあ、これがコマの強さでございますよ。コマの足が速い。はい、小学校の時ね、モテたという話でございます。やっぱ小学校の時はね、足が速いとモテると、まあ、定評がある時代でございます。そんなコマン選手がね、やっぱ女の子にモテるため、日々かけっこの練習をし、ママと一緒に走り、パパと一緒に走り、愛犬のポチと走り、まあね、そうやって勤しんで、まあ自分のね、まあ足の速さを手に入れたという諸説がございますと。ああ、皆さん、そういうね、努力、人の努力のね、成果をね、まあ認めてあげるのがね、やっぱ人としての優しさなんじゃないでしょうかと。なんで奪われんのよ、こげい。ということで、軽くダイパンをね、まあ最近ダイパンの価値がなくなってきてるよね。やっぱダイパンっていうのはさ、もっとなんだろう。大事な時にしないといけないと思う。うん、ダイパンの安売りは良くない。うん、ダイパンの安売りなんて、もうあれだからね、ペヤングの焼きそばを150円で売ってるのと一緒だから。あ、何よ。で、俺のギャップ萌えの話だね、そういえば。ギャップ萌えね、俺のギャップを見て、まあ、キュンキュンしちゃうわけっていうところで、なぜかコマンの話になったっていうね。お前、コマン許さねえかんの、お前。頑張れよ、お前。ここいける。いきなり集中していく。抜いていく。抜けないかって。ね、はい、ということで、そのギャップもね、まあ、やっぱ女性リスナーさんね、これ見てる女性リスナーさんね、まあ、少しでもいいねと思ったらチャンネル登録、そして少しでもギャップ萌えでいいなと思ったら、北沢オーストラリア宛てにあの DM お願いしますと。はい、お願いしますと。北すらチャンネルじゃダメです。北すらチャンネルは3人見てるんで、全部でダメです。覗き見されちゃうんでね。はい、もうぜひね、ここね、抜いて、ここ抜いて切れていく。見ました、皆さん、ダブルタッチからの中に切り込んでシュート。これがコマンの強さでございます。はい、まあ、これがコマンたるね、あのドリブラーっていうね、まあゆえんでございますよと。はい、縦出し、なんで蹴っ飛ばすんだ、意味わかんねえだろこれよ。はい、で
まあ、ポゼッション結構取れてるんで、まあ、全然いいんじゃないかと思います。はい、まあ、この調子でね、後半もバッコリと行きたいところでございますよ。ございますございます。カンティング1枚早速抜いていく。だからね、カンってね、最近ね、まあ、愛で使ってるところが多いよね。やっぱもうね、愛が重すぎて使ってると。あ、メンヘラキタスラシね、あの愛が重すぎてただ使ってるだけっていう理由になっております。あの本当はビエラ使いたいなと思ってるんですよね。なんかビエラに浮気しちゃいたい自分がいるけど、まあ、やっぱこれほどね、2019にね、まあ、愛称を持って、まあね、可愛がってきたね、あのやすやすと見放すようなまだできないと。はい、やすやすとね、見放すようなね、やつはね、まあね、あれだからね、やり捨てと一緒だからね、うん、そういうことなんだよね。 YSP はね、良くないと。まあね、 YDK になれる男子になれるように俺は、うん、あの YDK で YSP になるんじゃない、 YDK になれ。これね、キタスラチャンネルの名言として残していくというね、まあ感じなんですよ。まあね、もうね、俺がもし死んだとしたら、やっぱよくさ、あの有名人のさ、偉人とかのさ、まあ名言あるじゃん。それでもね、北沢オーストラリアみたいな書いてあってYSP になるな、 YDK の男子となれみたいなね。ちょ、何言ってか分かんねえな、と。何言ってか分かんねえのが、まあ俺なんだけど、さすがに今回は何言ってるか分からなすぎて、おちょんちょんということで、久々のおちょんちょんいただきましたとね、皆さんね、ごちそうさまですとね、はい、コメント欄で打ってくださいと。コメントが欲しい、俺は動画に対して。あの、再生数じゃない。もう再生数じゃなくて、皆様の、あ、惜しい、あ、うらっしいとね。もう皆様の温かいコメント、あの、ね、アンチやめてください。やっぱね、100のね、いいコメントよりね、1のアンチコメがね、俺ね、ほんと一番ね、あの心にぐさっとね、刺さっていくんでね、はい。もうね、なんか令和チャンネルの方が面白いみたいなコメントやめてください。まあ、マジで、キャラかぶせてないから、下ネタ言わんからとね、はい。ちょっと言っちゃったところで、他の YouTuber の名前を出してしまい、誠に申し訳ございませんでしたとね。まあ、俺のいいところってやっぱ謝れるところだと思うんだよね。やっぱさ、毎回さ、皆さんね、気づいてないと思うよね。みんなね、影の俺のね、そのね、なんだろう、気遣いを分かってないとね。まあ、影でね、気遣いをしてるのに、それに気づけるね、あなたはね、本当のリスナーさんでございますよと。密かに俺はね、謝っておりますと、最後に。誠に申し訳ございませんでしたとね。はい。そうやって謝れる系男子はね、本当にね、いいと思う。それ謝れる系男子は、まあ、彼女がね、まあ、いてもおかしくはないと。はい。とね、彼女いないものが物申しておりますと。いうことで、ね、今回は、あの、コマンをね、使用した動画でございましたと。はい。まあ、動画の通りね、まあ、全然特定のね、ムーブのね、ドリブルとかね、すごいしやすいんで、ダブルタッチ持ってるし、しかも。で、足が速いと。まあ、この3拍子揃ってるんで、皆さん、ぜひね、まあね、キングスレコマン、使ってみてはいかがでしょうかということで、皆さん、コマンの使用感をコメントで教えてね。チャンネル登録よろしく。バイバイ。